目黒通り2011年1月東京都道312号、白金台町と泥木線は、東京都港区から品川区、目黒区を経由して、世田谷区に至る都道である。通称、目黒通り。ゴ之助坂江戸時代の古地図に、すでにこの道路の姿を見て取ることができる。江戸から、大鳥神社、目黒不動村、さらには、上神寺に向かうための通りでもあった。 1920年4月1日の東京福告時代162校により、東京都道312号白金台町、轟き線の前身となる東京府道20号芝溝の口線が指定される、放射台3号線として、1964年の東京オリンピックに合わせて玉川轟1丁目、2丁目付近が整備された。目黒川を横切るゴンの助坂は、 比較的勾配がきつい。轟不動前交差点の先は国分寺崖線の坂道になっており、旧坂を下って玉川の土手玉包通りに突き当たり終点となる。目黒通りを延長する形で玉川への新橋の架橋が現在計画されている。戦後に計画があったが実現せず、2004年に東京都と川崎市から計画が公表された。東京都は 3月に策定した区部における都市計画道路の整備方針の中で、玉川への新橋架橋を優先的に整備すべき路線とした。また、川崎市も2004年度より調査費を計上し、都市計画道路区内新横浜線を玉川かしまで延長し、新橋を建設して目黒通りと接続する構想計画を発表した。実現すると、かつての玉川の氾濫や、 その治水のための河川付け替えにより分断された東京都と川崎市の轟きがほぼ結ばれることになる。2017年現在、東京都側では道路用地の土地収容はほぼ終わり、現況は測量を終えて株基礎工事に入る予定である。一方川崎市側では玉川下半の橋梁の基礎工事は進められているが、府中街道までの用地取得などの進捗が遅く、 なっている。現在のところ、2025年頃の完成を予定している。東京と神奈川を結ぶ新しい橋を整備します。東京都、2011年1月18日時点のオリジナルより、アーカイブ、2011年5月27日閲覧、とき橋について、川崎市、2017年11月8日閲覧、AB、タウンニュース、高津版、 と唱届き大橋警官と安定性交流、世田谷区で説明会。2017年11月8日へ閲覧。優先整備路線進捗情報第3次事業化計画とマイナス2、放射3号線。2017年11月8日へ閲覧。第2建設事務所届き大橋に本格着工。2017年11月8日へ閲覧。さらに、区内新横浜線は、 高津区、久末、港北区高田町、新吉田町の給料上の工区がかなり遅れている。中原区の都市計画案件、川崎都市計画道路の変更の告示内容。2017年11月8日閲覧。ありがとうございます。